Господин полковник, я что-то нашел. Сиди на так, на так, вид, вид, допишите мне рука, я там один я. Мы все так понял, пан Лима. Допишите мне, допишите мне.学校から離れた村の道を、エレナ、ソアーヌ、コスチアは並んで歩いた。エレナは自分の家へ戻り、ソアーヌはコスチアの父親が飼っている馬のファイヤーに会いに行った。そう、じゃあね、電流が流れてるかどうか知るために、その上に舌を乗せればいいんだよ。それでさ、顔が真っ青になれば、電流が流れてるって証拠だよ。コスチアがふざけて言った。もうあんたいい加減にしてよ、どうでもいいって。やっぱあんたって子供っぽいね。ソアーヌが突っ込んだ。エレナ、最近おじいちゃんの具合どう？なんとか持ちこたえてる？うん、なんとかね。でもほとんど何も喋らなくなっちゃって。捜索することで精一杯で。で、警察はなんて言ってんの？誘拐されるっていう証拠も何もないんだもの。作り話じゃないかって疑ってくる。だって私、真夜中に叫び声が聞こえて、目が覚めて下に降りたら、もういなかったの。ただ単に出て行ったなんて、ありえない。エレナがこう言った。エレナの気持ちよくわかるわ。だって、エレナのご両親はよく知っているし、みんなからも好かれていたから。きっとさ、何か問題があったかで、そのうち戻ってくると思うよ。これには何か絶対に動機があって、そのうち解決すると思う。とにかくさ、エレナのご両親は、あんたのこと大切にしてるし、こんな風にエレナを捨てるなんて、ありえないってことを信じないとダメだよ。何が起こったかはっきりするまでは、頑張って。おじいちゃんもさ、エレナも、辛いと思うけどさ、もし何か私にできることがあれば遠慮しないで言ってきてね。話聞いてくれてありがとう、スワヌ。え、ちょっと、僕ここにいるんだけどさ。コスチアがぼやいた。あ、ごめん、忘れてたよ、コスチア。そこにまだいたんだね。スワヌがふざけて言った。ありがとう、コスチア。あなたたち二人とも大の友達よ。私一人だったらどうしていいかわからなかったわ。